地平市は、中華人民共和、国吉林省西南部に位置する地球市。各方面に連絡する道路、鉄道網により、中国東北部の交通の要衝となっており、東方のマドリードとも称される、新興工業都市である。漢族をはじめ満州族、猛虎族、海族、朝鮮族、ワ湾族、渋谷族など30の民族が住み、漢族が、 人口の91%を占める。四平市は北側で長春市、南側で両年省鉄霊市に接している。東南部は丘陵地帯、西北部は松陵平原が広がり、温帯半湿潤モンスーン気候に属する。年降水量600ミリメートル、年平均気温摂取4.6度、1月の平均気温摂取16.5度、7月の 平均気温摂二23度。寝台は、女神族の部族の一つである、家部の勢力地であった。西大港は、家部の奈良市の出身である。長春から南に伸びる鉄道の5番目の駅が、設置されたことから五端と称された。高大線と、平人支線、芝居線が交差し四方へ広がる、交通の要衝であったことより、駅の西方にあった集落が、 紙幣街と称されるようになり、やがて駅名も紙幣街駅と改称された。満州国時代の1937年、紙幣街市が設置され、1941年7月1日、紙幣状設置と同時に紙幣市に改称された。国境内線では、紙幣線駅の線場となった。西勝区一県級、市、一県、一時地県を管轄する。 両政省、紙平,平市、市平吉林省、紙平市、紙平地区、吉林省、紙平市、東北地区の重要な、交通の要衝の一つで、長春と新陽を結ぶ、鉄道、道路上にある重要な都市の一つである。京港線、新西線、長河線、長通線が縦横に交錯している。北高と足場の幹線道路がここで交差する。満州国時代の紙平中学、紙平女子中学、 紙幣赤月東中学、紙幣師範学校は中華人民共和国成立後に合併、両北上立、第10中学となり、その後紙幣師第1高級中学へと改編されている。ありがとうございます。